ありがこっちえずこです。それでは今回なんですけども、SBI 証券でキャンペーン2つやりましたということで、今回は SBI 証券ですね。この動画では、その SBI 証券で比較的参加しやすいキャンペーンが開催されていましたので、そちらについてお伝えします。普段から SBI 証券を利用されている方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。それ ということで、今回はキャンペーン大きく2つに分けてお伝えしたいと思うんですが、まずその1つ目がこちらですね、必ずもらえる春のファンドを買う買うキャンペーン第5弾 SBI 証券 EMAXIS ということで、これ確か以前もちょいちょい開催されてた気がするんですけども、おそらく僕が動画にするのは初めてかなということで、今回はですね、改めてお伝えできればと思うんですが、今出ているように2つのファンドを買うと最大10万円がもらえて外れなしということで、このキャンペーン自体は3月9日、 昨日から始まりりまままましてて3 31 3月月日までの3月いっっぱいのキャンンペーンとなっておりますで、ま、ずこのキャンペーンに参加するためには必ずエントリーをする必要がありますので、まずはエントリーをしましょう。そしてステップ2として、コア、サテライトのファンドをそれぞれ1ファンド以上、合計5000円以上購入するということですね。 で、これはですね、積み立ては対象外となっておりまして、まあ、スポット買い付けっていうのが対象となります。後ほどですね、これ自体は実践しますので、やり方についてはそちらをぜひ確認してください。そして結果として、まあ、今回は外れなしということで、まず最大で1等であれば10万円というのが10名様に当たります。で、2等1万円が100名様。そして3等300万円を全員で山分けということですね。まあ、これに当たらなかった場合3等ということですので、まあ、どれぐらいもらえるか正直分かんないんですけども、とりあえず参加してみて 見る価値も面白いいかなと思いますで、このキャンペーンに参加するためにはエントリーが必要ですので、とりあえずこんな感じに先にエントリーをしましょう。で、先にですね、よくある質問で、先ほどちょっと出てきたコアサテライトとは何でしょうかということで、まあ、正直先に言うとですね、僕投資とか全然詳しくないんですけども、まあ、ざっとこんな感じですよということだけ目を通していただければと思います。で、今回はそのコアサテライトのファンドそれぞれ1ファンド以上で合計5000以上購入するというのが条件ですので、まあ、早速もう分かりやすく出ております。今出てるような EMAX スリリムのシリーズで、すねこれがコアといういうわゆる感じですでそれ以外のそのサテライトっていうのがですね、今出てるようなこういったファンドたち。まあ、それらがそのサテライトというところに区分されるという感じですかね。では、ちょっと細かいところなんですけども、先ほどお伝えしたような内容とちょっと被ってしまうんですが、対象者としてキャンペーン期間中にエントリーして以下の条件をまず満たした方というのが大前提となってきます。キャンペーン対象ファンドの A 群、カッココアのところですね、このファンドと B 群のファンド、サテライトからそれぞれ1 1ファンド以上スポット買い付けをしてくださいまあ、これは合計役場金額が5000以上になることということですねで分かりやすくですねキャンペーン対象ファンドが出ておりますまず A 群の方ですねここら辺はよく見かけるものが多いと思います今回の e マークススリムのシリーズですねまあ、ちょっと拡大してみましょう 有名なのがね、S&P500 であったりとか、先進国株式インデックス、あと、オールカントリーとか、まあ、国内債券インデックス、まあ、こういったのもですね、まあ、含まれてくるということです。なので、まずは、これの、まあ、どれか一つを選択してくださいということと、ビーグンのそのサテライトというものなんですが、日経平均高配当利回り株ファンドであったりとか、IPO リサーチオープンとか、もう正直僕はですね、まあ、さっきも言ったように全然投資は詳しくないので、あまり見かけることがない、まあ、ファンドがですね、まあ、結構並んでるという印象でございます。 We'll be right <laughs> back. なので、この A 軍と B 軍を合わせて、まあ、合計役場金額が5000円以上というのが条件なので、それを満たすことによって、もしかすると、まあ、今回の特典であるこれらが当たるかもしれないということですね。外れても300万円が、まあ、山分けされます。で、さらにプラスアルファなんですが、合計買い付け金額によって当選確率が変わるということですので、5000以上10万円未満であれば10倍、10万円以上100万円未満であれば5倍、そして100万円以上1000万円未満であれば10倍、そして1000万未満であれば10倍、 1000万以上であれば50倍ということですので、まあ、このキャンペーンにゴリゴリかけるというのはですね、ちょっと僕的にはリスクがでかいと思いますんで、僕自身は今回ですね、まあ5000円で、まあ普通に当たればラッキーかなみたいな感じでね、参加しようかなというふうに思っているところではあります。で、入金予定日として4月末予定ということですので、まあキャンペーンが終わって今月、来月末ですね、結構早めにまあ付与される感じではありますので、まあ当たったかどうかはですね、それをぜひ確認していただければと思います。で、他のね、この注意事項 などがですねしっかりと出ておりますのでここら辺もしっかりと読んでおいてくださいとまあこんな感じに一つ目のキャンペーンではあるんですけどもちょっとですねこのキャンペーンに参加する前に今回キャンペーン2つお伝えするということを冒頭でお伝えしたと思うんですがそれがですねまあ、たまたま今回このキャンペーンとまあ2つ組み合わせてキャンペーンに参加できるようなものがであったなというのでまあ、そちらも紹介できればと思いますそれがこちらなんですけども金のクオカードが1000名様に当たるキャンペーン投信託 CFT 金を取り して抽選で、カードを500円分をゲットしようそうそいったキャンペーンでございますでキャンンペーン期間が4月の1日まで開催されておりまして、このキャンペーンの内容っていうのが抽選で1000名様に金のクオカード500円分がまあもらえちゃうと。当社ではこの期間中に以下の対象銘柄を取引、役上したお客様の中から抽選で1000名様に金のクオカード500円分をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。ぜひご参加くださいということで、今回のですね、対象銘柄見てほしいんですけども、信託以下の3ファン いいいいずれかを金額買買付付けけまたは口数ととうこで、すすのののででで今出てていいるのはここれら3つの中の1つ中購入してくださいということうねでその時に3月31日まで約定していることが条件になりますよということでございます。で、このキャンペーンに参加するためには、まず応募というのが必要となりますんで、今すぐ応募をクリックすると、こんな感じですね、応募フォームを入力するところが出てきますんで、まあ、ご自身の SBI 証券のまあ情報をしっかりと入力して、諸々進めると、こんな感じに応募が完了しましたと出てきます。 ますんで、このキャンペーンに参加するためには応募してください。キャンペーン内容自体も先ほどお伝えした内容にはなるんですけども、これのキャンペーンについては特にですね。いくらいくら使ってください。というのが特にないんですよ。なので、普通にいずれかですね。ま少額で購入すればオッケーですよと。とで、もし当たっていた場合については、今年の6月下旬頃にですね。 まあ、応募時に入力いただいた住所に輸送いたしますというようなキャンペーンでございます。とまあ、このキャンペーンを今ざっくりとお伝えしたわけなんですけども、先ほどお伝えしたこのキャンペーンとどんな風に組み合わせることができるかと言いますと、今回ですね、このキャンペーンではこの2つのファンドを購入してくださいというのが条件となります。この A 軍の中のですね、まあ、例えばその S&P500 を1つ選んだとして、で、さらに B 軍の中の何を選ぶかですね、正直僕も迷ってる部分ではあったんですが、今回ですね、先ほどのこの紹介 したこの2つ目のキャンペーンの中にこれですね三菱 UFJ 国際三菱 UFJ 純金ファンドというんですかねこのファインゴールドというのがあるんですがそれがですねこのビーグの中にここに含まれてたんですよねなので今回はそれを踏まえて2つのキャンペーンを同時にま参加することができるということでございますなんとなく伝わりましたかね <laughs> まあわかりやすい話ですね実際にちょっと僕も実践してみたいと思いますんでまあぜひねやり方も参考にしていただければと思うんですがまあ、このキャンペーンに参加する上でま一、あ、つ e マックススリムのシリー をですね選択しないといけないのでまあ、特にですねどれが正解かっていうのは僕も正直分かんないんですけども購入してから増えるとか減るとかも全然ありえるのでまあ僕は今回全世界株式オールカントリーで行こうかなと思いますまあ国内最近インデックスもいいかもしれないですねまあ僕は今回ですねこの全世界株式オールカントリーでちょっといみたいと思いましてそのオールカントリーのですね情報が出てきまして今回はちょっと金額買い付けでいきたいと思いますではまあ諸々の情報が出てきますんでまあ同意して次へで進む次に注文入力ということでこの eMAX リムオールカントリー で、まあどれぐらいの金額を購入するかということなんですけども、まあ、今回のキャンペーンっていうのは合計5000円以上になれば OK ということでしたので、まあこれは正直、人によってどれぐらいの金額がいいのかって分かれてくるかと思うんですが、まあ、今回僕、このオールカントリーの購入金額を4900円で挑みたいと思います。で、残りの100円分の方を金を買うっていう感じでやりたいと思います。で、注文内容でしっかりと確認して、特に問題がなければ、注文発注をクリック。これで注文が受け付けましたということで、まずは一つ目の、 この二つのファンドのうち、この EMAX スルブの方が購入できたということで、今度はこの厳選ファンドの方、先ほどお伝えしたこの B 群のサテライトの方ですね、これをちょっと購入したいと思いまして、その中のこちらの三菱 UFJ 純金ファンドこれで貼りたいと思います。そしたら、こちら三菱 UFJ 国際の純金ファンドの情報が出てきまして、金額買付けにまた入る。で、また色々出てくるので、で、同意して次へで進む。そして三菱 UFJ 純金ファンドの情報が出てきて購入金額で、先ほど4900円購入 購入したので、購入金額を100円でで進めたいいと思いますで注文内容の確認画面が出てきまして、こんな感じに情報がしっかりと出てきて、特に問題がなければ、このまま注文発注をクリック。そうすることで注文を受け付けましたということで、しっかりと、まあ、いわゆるスポット買い付けというのが、オールカントリーとこの純金ファンド、それぞれ注文できたということでございます。一応ですね、この右上のところに、ま、風にですね、注文紹介というのがあるので、これをクリックすると、まあ、実際にどういった注文ができてるのかという風に確認する画面が出てきて、 てましてこんな風にですね僕が今さっき注文した内容それぞれ入っておりますオールカンドリーで4900円そして純金ファンドのところで100円ということでこれで合計5000分がですね、まあ、注文できているということですのでこれであとはキャンペーンに当たるかどうか祈りたいなという風に思っているところではありますまあ、他にもですねこういった銘柄こういったファンド購入すればいいんじゃないですかという風なアドバイスのコメントもあればですね遠慮なくコメント欄で書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですということで今回はこの SBI 証券と EMAX3 ここちららのののキキャャンンンンペペーンとこの金のクオカーーとと金カドがもしかしたら当たるかもししししかかたた当るれないというキャンペーン2つお伝えしました、まあ、そんなことで今回は SBI 証券のキャンペーン2つについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、1つ目のお伝えしたキャンペーンについてはですね、まあ、3等ではあっても山分けされるということで、まあ、実際にどれぐらいもらえるか全然分かんないんですが、とりあえず、まあ、ちょっとね、余裕がある方、これ正直投資にはなるので、投資した分が増えたりとか減ったりとか、そういった場合もありますので、もし行う際はですね、自己責任 人で、取り組んででみましょうでちょっとね、余裕がある方はですね、取り組んでみて、当たったらラッキーかな、みたいな感じでね、取り組むぐらいが一番いいと思います。まあ、金のね、クオカードも正直欲しいので、まあ、あとはですね、キャンペーンが終わって、まあ、実際に、こう、金のクオカードが届くかどうか、最初お伝えしたキャンペーンについてはですね、一等二等は厳しいと思いますんで、とりあえず確実にもらえるね、山分けのキャンペーンもしっかりと受けたいな、というふうに思っているところではあります。まあ、ぜひですね、今回の動画の感想とかがあればですね、コメント欄書いていただければと思いますし、キャンペーンリンクについても概要欄に貼っておきますんで、また詳細気にな 方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました